この時間にまたこんなん食べたくなった。今日でも一食しか食べてなかった。あーちょっとだけ食べていい？これ、お風呂入る前にちょっとだけ、ほんのちょっとね。ほんのちょっと不先生もう寝そう。ゆがもこれちょっとだけ食べたらお風呂入って寝るよ。最近ショールーム、最近ショールーム久しぶりに始めて久しぶりにやって、なんか面白い、楽しい。あゆもショールームやって、なんか久しぶりにやるだかやっただかなんかみたいな。こんばんは。こんばんは。あ、チーズあられ食べてるの？いいね。 MGT 劇場行ってきてガタピーに、あ、今日？今日？いいな、私も MGT 劇場行きたい。あ、新潟の帰りってことは新幹線今、あ、じゃあもう新幹線降りてるか。カメラ成果じゃない、何成果わかんない。武蔵野線、うん、今日一日ゆかのこと考えてました。嘘つけまたごきくればちょっとね、ちょっと一粒ずつちまちま食べてるよ。武蔵野線ってさ、あれ、レフターンに行く線って武蔵野田線だっけ、新越谷から。あれあれ、イギリス楽しかった。あ、そうだよね、懐かしい人がいる。いいか、私、あ、南越だ、そうだ。うん、ほっかほっか。あ、お風呂入るのがめんどくさい。上はね服着てるでしょ、下はジャージみなみとラウンドワン行った時に、あの急遽ねドンキでジャージ買って、そのジャージ、止まんないねこれ、一個ずつちまちま食べてると本当に止まんない。一人称ゆか、私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 、のえちゃんには合ってる。のえちゃんはあと会う予定立てました。いついつに会おうねっていう予定を立てた。今日今日止まんなくなる。そうだよ、カップエビせんのみ止まんない。柿の種のピーナッツは、え、そうなの、これピーナッツも入ってるんだけどね、ピーナッツ食べてなすすぎてね、見えないかな、動いちゃう。ピーナッツいっぱいあるの、ピーナッツ食べなすぎてピーナッツがいっぱい溜まっちゃってるの。まずい、これはやばい。なんか鼻からチョコ出てきたんだけど今。一緒に食べないの、うん、一緒に食べない、まあ食べてみる。うん、美味しいね。でもあの片方ずつ食べる方が好き。
新潟からこんばんは。あ、新潟からこんばんは。いいな、いいな、新潟行きたいな。そういえばネイル変えたの見て。ネイルシンプル、シンプルにしました。いつも行ってるところがなんか予約がいっぱいでね、行けなかったのね。だから今日は初めて、今日はホットペッパーから予約して初めて行ったところに行ったの。そしたら香水の匂い、なんかキモいこと聞いちゃうんですけど、香水何使ってますかって言われて嬉しかった。やっぱいい匂いなんですよね、私の使ってる香水ね。あ、何々ですって言って、こうやって携帯の画面でもこっち検索してみせて、私あんまりそういうの匂いのお客さんに初めて聞きました、本当にいい香りがしたのでって言って、すごい嬉しかった。あれ、あ、何、誕生日モードに変わった。3日前だから、びっくりした。今見てた、今この瞬間。25歳のカウントダウンが始まっちまう。引っかれたら痛そう、うん、確かに引っかかれたら痛そう。ゆかちゃん誕生日、ゆかちゃんは25歳になります。いやー、私も変わる瞬間初めて見たよ。バックグラウンド再生じゃ噛めなかった、コメント打つの集中した。僕も25歳に、あ、戻りたいってこと。ゆかちゃんも25歳なのか。はいはい、大人です。25歳と言ったらもう大人ですよ皆さん。私ももう大人の女ですわやめなさい四捨五入するの。僕は52なの？そうなの？生まれてから4世紀半ですね僕は早く25歳になりたい。25歳に戻りたいでしょ。25歳に、え、何歳に見える？生まれた日高校の修学旅行だった。本当？あまり変わってない。 あまり変わってないだと？いい意味で。こんばんは。そう、まだ若いんだけどね、世間一般的には絶対に。でもやっぱり自分的にはね、20歳の真ん中行くと大人になったなって感じますよ。あ、まあもう20歳過ぎて大人なんですけどね。そのうちゆかちゃんに年齢追いつかれちゃうのか何、自分時止まるの某西方さん4期生との差が14歳。あ、マジ？そうなんだ、14歳か。でもまあそうだよね。四半世紀。ゆかちゃんこんばんは。うん、どうもこんばんは。いい意味で初めてゆかちゃんに会った時と変わってないよ。いい意味ならよかったです。皆さん2月17日来てくださいね、生誕祭。久しぶりの方もぜひ。
2月17日18時から予定開けてください。お願い少し早いけどおめで、ありがとう、お願い、心は会場に心は会場にね、ありがとう。うん、柿のタイムね、食べ過ぎだよね、わかる。もちろん、ありがとう。当日、当日でも OK なので、ぜひ当日でも行けるって思ったら来てください。すごく盛り上がると思います。うん、元気いっぱいで、まあ、でもうちょっとで食べるのやめよう。これもうあとこんだけで食べるのやめよう。そこだけでやめる。うん、メンタル良かったら会場に、メンタル良くなるよ来たら。チャックあるよ柿の種、お誕生日おめでとう。あと3日後で、あと3日後だ。そうだよね、3日後だ。だいぶ食べたからやめる女性の方はフリマがあります。初フリマ、いやー目がしょぼしょぼする。あー、お風呂入るかな、お風呂入るかな、お風呂入りたくないお風呂入りたくない。17もう段取りしてる、ありがとう。男子は買えない、そう女の子の服だから。フリマの売り上げはのと、のとの震災石川県に寄付をさせていただきます。風呂めんどくさい、眠たくて。食べるの止めたよ、頑張って頑張って止めた。では終わりますちょっと眠くて、入ってくるよお風呂ちゃんと。13位ゆうとくん、12位ともくん、11位たかしんさん、10位あきひろさん、9位飯田ひろゆきくん、8位てれてるもさん、7位まさやさん、6位ヒールくん、5位横浜のおじんさん、4位酒井さん、3位たかみ、2位もとよしさん、1位すかしゅさんです。ありがとう。お風呂で寝落ちはしないように頑張ります。お誕生日は今日じゃないんだよ、16日なの。じゃあね、ありがとうございました。みんなもお疲れ様でした。おやすみ、バーイ。